どうも世代でーす。今回はジェフベックフリークの私が、まあよく言われる指引きとピック引き、これの音の出し方、ニュアンスの違い、まあこれを私が弾いた感じでちょっと画面越しに伝えてみたいと思います。まあピックがいいとか指がいいとかそういう話ではないんですけども、まあ普段から当然私もピックを使うことは少ないとは言えば少ないんですけどね。まあバンドの形態にもよるんですけども、まあそんなこんなでニュアンスが伝わるかな、伝われば嬉しいですけど、普段こんな感じです。どうぞ。でジェフベック的なこう弾き方というかになりますと、だいたい6弦5弦、まあ場合にもよるんですけども、まあだいたい割合としては6、5、4、3は割と親指を使って弾くような感じで、まあそういう、そればっかりではないんですけどね。もう交互に。こう。時と場合でかなりこう、使い分けたりするんですけども。まあ、こう、シンプルな、音数の少ない時は割と親指で、まあ、6、5、4、3弦ぐらいまでは弾いてる感じですよね。で、2弦1弦は割とアップで、人差し指のアップ。まあ使うのはだいたい3本のこの親指、人差し指、中指ぐらいなんですけど、メインではだいたい人差し指と親指がだいたいメインで使ってるのかな。で1弦はそのプルで弾いてる感じですね。自分もこう爪を伸ばしてるタイプではなく、こう指引きなんですよね。指引きというか肉引きで弾いてる感じですね。まあクラシックとかフォークの人とか、こう爪付け爪してる方もいますけども、自分はちょっと爪がそんな硬くなくてですね、なおかつあんまり爪が大きくないので、まあ指引き、肉引きにならざるを得ないんですけども、まずはこの、まあよく使われるようなフレーズで、ピックで弾いた場合の音と指で弾いた時のこのニュアンスの違いというのをちょっと聞き比べてもらってもいいかなと。まずピックで弾くと、これ何度かとか、とか、こんな感じのフレーズをまあよく使われると思うんですけども、これを指で弾くとどんな感じになるかと言いますと、まあこういうバーを使ってジェフベックがやるような感じにするともっと色がつくと思うんですけども、とかですね。
こういう小技はもうジェフベックはよく使うんで、このバーを握ったまま指でピッキングするんですけども、ピッキングじゃないか、まあいいか。これは指弾きのメリットの一つでもありますよね。この表情がこう微妙に、まあ、ジェフ・ベックがストラトキャスターをメインで使うっていうのはやはりこういう表現のところで自分に合うしっくりくるギターなんだなっていうことが改めてこう分かりますよね。このセレクターとこのボリューム、ここの絶妙なこの近さですよね。もう絶えず、まあライブを見られている方は分かると思うんですけども、ジェフ・ベックは絶えずここをいじってるんですよ、トーンを。まあジェフ・ベックは普通ストラトキャスターはリアの配線っていうのはされてないんですけども、トーンの配線ですね、トーンは噛んでないんですけども、ジェフ・ベックはリアもトーンが効くように配線してるんですよ。普通はこのフロントのトーンですよね。でリアの、ミドルのトーンですかね、ミドルのトーンがこっちなんですよ。けどもこのトレブルのでリアのポジションでもこう聞くように配線されていてですね、モダンな配線ではあるんですけど、昔はもうそこは欠線されてなくてですね、もうイューってくるようなこうトレブルの効いた音が出ているんですけども、そこをジェフ・ベックは割とこうリアを使ったままこのトーンでですね変えることが結構多いですよ。もうリアのピックアップを使ったままですね、で絶えずもうここを探してるんですかね、音のトーンを曲に合ったというか。ジェフ・ベックほどこのボリュームとトーンをいじりまくって弾くギタリストは私は他に見たことがありません。あとやっぱりこのボリュームが近いというところで、すごくこの指で弾く場合、もうピックを握らないでやる、まあピックを握ってボリューム奏法といいます。こういうバイオリンですね。こういうのはできるんですけども、やはりこう、なんて言いますか。ボリュームをコントロールしつつ、ニュアンスも変えて、なおかつバーを使って音程を微妙に変えてるというか。そういうところがやはりこの何もこう足かせというか握るピックとか握るんですけどね、握るというかつまむんですけど、この足かせがない分もうフレキシブルに指を動かせて、指を動かせて弾けるという、これがやはり一番の指弾きの際のメリットと言いますかね。まあ
落とす心配もないですしね、ピックを。最初はなかなかピックばかり弾いてた方はなかなかこう指だけでやるっていうのは大変だと思いますけども、やはりそこはもう慣れの問題なので、ピックである程度弾ける方は割と頑張ればそう時間はかからないんじゃないかなと思うんですけどね。ジェイ・ベックが指弾き始めたぜっていう、ギターショップ、いやフラッシュの頃ですかね、あの頃をじゃあ自分もちょっとやってみようみたいな感じで、もうピック一切使わないでやってみるべみたいな感じで、どんな曲やるにもですね、もう指だけでとりあえず、まあ、自分に対しての試練といいますか、そういうのを貸して、まあそうするうちにいくらかは慣れてきて、まあ自分もアコースティックのこういうラグタイムとか、なんかそういうのを割とやってた方なので、すんなりじゃないですけどもね、まあやっぱきつい部分もありましたけども、まあ今でもきついですけど、けどやっぱりその表現力というか、はこういう感じのフレーズはやっぱ指じゃないと無理かなっていうのをつくづく思うようなシーンが、まあセッションとかでもいろいろやってるとありましてですね、あやっぱこれはいい、これがいいやみたいな感じで、まあ確かに全く使わないというわけではなくて、まあそのバンドの形態にもよるんですけどね、まあ使い分けで、まあここに挟んだり加えたりして、まあピックを使う場合とその指弾きのその分け方といいますかですね、そういうのはまあバンドによって、形態によって、まあそのバンドの音によって使い分けたりしています。ピック弾きよりメリットがあるというところは、そういうニュアンスの出し方、あとはピッキングノイズが出ないというか、まあピッキングノイズもそのサウンドの一部として捉えるような方にはちょっとどうかなとは思ったりはするんですけども、けどこのピッキングノイズが出ないこういう音っていうのもまあいいなと思いますけどね。例えばこういうのも指で弾いたら、あとはこういうつまんで弾くというか、つまんで弦をこういう鳴らすような感じの、指ピックで弾くと、ミュート気味に弾くと、つまんで弾くと、ノーミュートで弾くと、こんな感じで、まあ、あとピック弾きよりアドバンテージがあるとするなら、やはりそこは弦飛びでしょうかね。まあジェフ・ベックもよく使うところですよね。あとはソロ版みたいな弾き方、ソロ版弾きって皆さんこの言ってる感じの弾き方ですね。
ピックで弾くとどうかな。ちょっとうまくは弾けないんですけど、割とピックで弾くのってこの2つの弦を交互にっていうのは割と難しいんですね。それもこう歯切れよくと言いますか。こういうのって割と難しいんですよね、ピックって。私ができないだけだと思うんですけども、この交互に弾くっていうのをこう輪郭を立てて、こう速い音で弾くっていうのはやはりこの指弾きのこのそろばん弾きの一番のメリットなんじゃないかなと思うんですよね。フラッシュ以降はだいたい指弾きでやってるんですけども、それ以前も、まあ、BBA のライブなんか聞くと分かるんですけども、あの有名なやつですね、あそこのジェフズ・ブギーのところのあの速いこういうのとかも昔からやってたんですよね。これ絶対指じゃないとこの弾けないんですよ。これほんと難しいです。まあ昔からやってたっていう感じで、まあそうびっくりするようなことでもないんですけども、まあまあそれはもうほんと第一期ジェフベックグループあたりからも、まあ、ライブではかなり指弾きで弾いてる部分もあったりしたんで、まあ、ひっくり返って驚くようなことはなかったんですけどもね。なるほど、こう来たか、みたいな感じで。あと、まあ、ギミック的なことになるのかな。ギミック、まあ、あと、こう、親指だけでトレモロをやるというか、まあ、これはジェフ・ベックは別に、あんまりやったりはしない。いや、やったことあるのかな。あんまり、やったことはないと思うんですけども、親指のこの動きだけで、トレモロをするという、ギターショップの中のサボイ、あれは多分こっちのソロワン弾きで6弦をこう開放をずっとこのブリッジに近いところでやってると思うんですよ。だからあの音になって、でとか、まあ慣れるまでとりあえずはこだわって我慢してずっと指で弾くというのをやってみてもいいかなと思うんですけどもね。まあそれができたら今度はピックとの併用みたいな感じで、そしたらまたかなりこう広がっていくと思うんですよ。何もこう早弾きだけやってるよりもそっちの方が私はアドバンテージがあるのではないかと。まあ幅広い音楽性というか、それに対応する力というか、まあそういうセンスというか、そういうのが養われるんじゃないかなとは思ったりします。まあそういう早弾き命の方はもうそういうもうそれだけで
私はそれで行くっていうのはそれはそれで素晴らしいと思います。ただ私はそういう最初から最後まで時速300キロで走る気は元ないので、まあそういうのは全然グッと来ないというかそういう感じなのでですね、まあ、別に人は人かなっていう感じでですね、まあそんな考え方です。まあ、とにかく自由度が効くんでですね、最初はやはりこの弦の感じですね、この感覚というか、これに慣れるまでがなかなか大変かもしれないんですけども、まあそういう一つの案としてこんな感じで、まあ目指せるジェフベックじゃないんですけども、まあそういうニュアンスも入れてみられてはどうでしょうか。ピックでやっている、まあ、いつもやられているような曲を、指だけでやってみるっていうのも、ありなんじゃないでしょうか。それでは、どうもありがとうございました。盛大でした。